皆さんこんにちは、せーの、アップアップガールズかっこりです。今日は9月26日土曜日に行われるアップアップガールズかっこりエンドレスサマーイン日比谷野門に来てくださるアップガファミリーの皆様にですね、鑑賞マナーについてのご注意点を紹介したいと思います。最後まで、大事なことなので最後まで見ていただいて、楽しく日比谷野門ライブを作り上げていきましょう。よろしくお願いします。マスク着用が必須となります。マスクを着用でないお客様の入場は安全面を考慮しお断りさせていただきます。入場整列時の混雑を避けるべく、座席の列ごとに入場時間を指定する分散入場を実施いたします。集合時間は公演前に改めてご案内差し上げますので、お手持ちのチケットの券種、列番をご確認の上、集合時間に合わせて会場にお越しいただきますようお願いいたします。会場外、会場内に関わらず、お客様同士での会話はできる限りお控えください。来場者同士の飛沫感染防止にご協力をお願いいたします。事前に質問票への記入をお願いします。入場時に質問票とお客様の個人情報に相違がないか身分証の確認を行います。身分証はお名前、住所記載のものが必要になりますので、よろしくお願いします。入場時、手指と靴裏の消毒、検温にご協力お願いいたします。会場で出たゴミは各自でお持ち帰りいただきますようお願いいたします。喫煙所はございません。お手洗いもできるだけ来場前にお済ませいただきますようお願いいたします。お席からの不要なご移動や通路等での滞留はお控えください。公演時間はオープニングアクトを含み2時間45分を予定しております。時間の前後があることをご了承ください。本公演のグッズや CD の販売はございません。公演中、立ち上がっての観覧は問題ございませんが、コールなど声を上げての応援やジャンプ、水をまく、モッシュなどの行為は禁止です。サイリウムや拳を上に上げる行為も問題ございませんが、過度な行為は絶対おやめください。公演中の場内での撮影、録音等の行為は禁止です。プレゼントやスタンド花、お祝い花は感染リスク低減のためご辞退させていただきます。Aブロックのお客様、コンサート終演後帰省退場をさせていただく場合がございます。当日の係員の指示に従っていただきますようお願いいたします。最後まで見ていただきありがとうございました。マナーをしっかりと守っていただいて、この日比谷野門ライブ最高の思い出を一緒に作っていきましょう。というわけで以上、アップアップガールズかっこりでした。